虚空を貫く石の巨塔。その巨大な建造物はケージと呼ばれていた。一人の少女がひたひたと歩いている。彼女にはケージで成し遂げたいある目的があった。
失っている。だからそれを取り戻しに行くのよ。ずっと喋れないままじゃ困るでしょ。これは始まりの階段。あなたが囚われている刑事への入り口よ。刑事はとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここは刑事っていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。はあ、うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている暇は。向こうの僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたいこと。奴らを滅ぼすまで年に焼き尽くしは。これでまた花を潰せる。何への怒り。敵は皆殺しだ。行きましょう。最後の欠片を取り戻しに。すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。これはケージに点在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いかかしって呼んでるわ。ともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。
広大な荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち、その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前王族かと、深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。あれこそが私たちの倒すべき敵。あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまっているの。物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を倒す。もちろんあなたは分かっているわね。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。戦況の好転に期待する。回復します。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。おけがはありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた。あなたの役割は黒い敵によって歪められた記憶の物語を修復すること。そして修復された武器を集めるのが私たちの目的よ。さて答
これからのこと、大体イメージできたかしら。そうね、今は難しいわよね。物語を回収していけばだんだんわかるようになるわ。ママのこと遠慮なく頼ってね。あら、もうメニューを開いちゃったの？後からちゃんと説明するつもりだったけど、どうしても今開きたい？せっかちさんね。でも今は、しかもまだ手に入れたものを使うことができないの。綺麗な場所。でもこんなに大きな建物、一体どうやって作ったのかしら。ケージで時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。気がついたら追い払ってね。そしたらママがご褒美を。往々にして酒場や食堂は情報の集積地となる。人の集まる場所にはそれだけ多くの声が集まるからだ。機械の手足を持つ彼女もそれを求めこの店を訪れた。賞金稼ぎとして標的の手がかりを探さなければならない。得られる情報は漠然としている。だが女は獲物の匂いを確かに嗅ぎ取っていた。女は獲物を追い店を後にする。前方に一人の賞金稼ぎが立ちふさがる。荒い息遣い、ギラついた瞳。その賞金稼ぎは女をにらみつけ、有金を渡せと吠えた。
行くわ。勝負は一瞬で終わった。女のため息が砂塵に絡む。彼女の力の源は復讐心だ。生々しいものでは到底かなわないだろう。探していた標的を求めて女は森へと向かった。物語の回収はあなたの失ったものを取り戻すためであり、あなたの願いを叶えるためでもある。だから焦らず着実に物語を集めていきましょうね。そうね、この場所、刑事について話しておきましょうか。刑事はとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。本当に謎の多い建物で、ほとんどのことは誰にも分かっていないの。誰が刑事と呼んだのかさえ、ね。